島ユナイテッド FC、 鹿児島をもっと一つに。さあ、鹿児島ユナイテッド FC の応援コーナー、スポーツプラス鹿児島ユナイテッド FC、 鹿児島をもっと一つに。今日もお二人の方をお迎えしております。では早速自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC 背番号27番富合真嗣です。トミー、お願いします。そして鹿児島ユナイテッド FC 背番号19大庭です。誰？大庭です。まだ私、すみません、結構もう鹿児島ユナイテッド FC 始まって立ちますけど、大庭選手ってあんまり聞かないかな。魚です。魚、魚くんだ。魚といえば大庭くん。あー、そうです。大庭です、よろしくお願いします。なんだそりゃなんだそりゃ。こういう小ネタも挟みながら。小ネタもね、そうね。いつの間にそんな子になったの？いや、もう師匠にもなる。師匠誰？トミー？師匠が師匠がね。誰が師匠？ねえ、トミーが困ってますよ。ですね。いやー、トミーさんの話と違うじゃん。話と違うじゃん。違うじゃん。頑張っていきましょう。まとめたし。いやー、大庭くん。はい。なんか最近絶好調ですね、いろいろ。いやいや、全然。そうですかね。なんかこうトークもだんだんこう出るごとにこなれてきてるよね。そうですね。そうですね。こなれてきた。これ多分成長しました。成長しました。トーク力つきました。はい。ねえ、前は可愛かったのにな。前はね。可愛さは残ってないです。残ってない。もう残ってない。ちょっと残ってるかな。ちょっと残ってるかな。はい。あの、さかなクンって言いましたけど、皆さんホームページに写真載せてますので。ご覧ください。さかなクンに似てるかな。これで集めましょう、うん、誰に似てるか。そうですね。じゃあ皆さん、今日ねホームページにお二人の写真載せてますので、お二人が誰に似てるか書いて送ってください。私ね、大庭くんはね、ずっと今井翼に似てると思ってるんですよね。いやー、うん、1割ぐらいかな。でも知ってるからね。うん、うん、そうね。ね、トミーはね、ちょっとね、いないっすね。誰かな、いそうでいないよね。韓流っぽい。韓流っぽい。よく言われます。よく言われるんだ。じゃあ今日皆さん、ホームページご覧になっていただいて、ちょっとでもね、大きさがね、大庭くんに対してね、トミーがちょっとちっちゃいんですけど。小顔です。そういう意味？はい。大庭くんが大きいみたいになってるじゃん。でかいっす。でかい。トミーさんには負けます。おい。どういうこと？どっちが？はい、ぜひあの、今日はお二人に質問メッセージ合わせて誰に似てるのかっていうのを書いて送っていただきたいなと思います。あ、次に私もお願いします。え？え？大丈夫ですか？え？いる？いります。いるでしょ。いる。そちらの方ぜひメインで、ね、メインでね。知りたいよね、はい、知りたい、ね、逆に知りたい。さかなちゃんとかね。あ、いないか。そんなのいないか。頑張ろう、今日はね、今日頑張ろうね。さあ、真面目な話をしたいと思います。先週は国体でした、はい、長崎ガンバナンバー国体の結果、はい、0対2で愛知に負けてしまいました、はい、これ1戦目で負けちゃったんですが、はい、どうしたんですか。そうですね、うん、鹿児島県の代表として優勝を目指していったんですけど、うん、まあ、やっぱり普段とのリーグ戦だったり、うん、普段の環境と違うところも少しは影響したかもしれないんですけど、まあ、代表として勝ちたかった気持ちは強いです。そうですよね、はい、まさか、もう正直なところやっぱり1戦目で負けるっていうのを全然考えてなかったので、はい、これスポーツプラスの直前だったんですよ、結果が入ってきたのが、うん、ってなってびっくりしちゃいました。僕らもびっくりしましたね。でもまあ本当に生ものですからね、サッカーもね。何があるかわからないと言ってしまえばそこまでなんですけど。そうですよね、はい、ただこの経験を生かしてやはりリーグ戦戦っていきたいなというところでしょうか。ですね。あと3戦なんで、うん、まあそっちに集中しろって言われたと思って、うん、あと3つ頑張りたいと思います。そうですね、はい、そういうことなんでしょうね、きっとね、はい、です、うん、リーグ戦をね頑張って戦わなければいけないということなんでしょう。次節はアウェーです。今週末日曜日愛知県にて、それこそ国体で負けた愛知県なんですよね、はい、FC 丸安岡崎戦ということなんですが、ちなみにこの国体、ちょっとごめんなさい、私知識がないんですけど、これ愛知県代表っていうのは丸安ではない。
あ、丸安の選手もいましたけど、はい、まあ愛知県の選抜チーム。あ、じゃあ全員丸安ではなかった。あ、ないです、はい、ってことですね。ただメンバーはいた、はい、ってことはこれ丸安、そうですね、負けるわけにはないですね。できるようにしっかりとしたいと思います。ぜひ買っていただきたいと思います、はい、明日出発かなです ね明日出発して明後日試合です。そうですね、まあ、今マリアスはちょっと順位的に言うとセカンドステージが、13位ということなので、まあ、ちょっと格下になりますけれども、大和くんどんな戦いしたいですか。いや、もう残り少ないんで、うん、まあ、とにかくもう残り3つ全部勝つつもりで、うん、みんなでやっていきたいと思います。そうですね、はい、そして次回のホームゲームはいよいよホーム最終戦になります。なんかね、早かったね。早いですね、本当に早いなって思いながらこのホームゲームを迎えるわけですが、ホームゲーム最終戦は11月の2日日曜日、鹿児島県立サッカーラグビー場で、ベルスパ大分戦になります。これはね、ぜひ皆さん来週の日曜日ですから、最後の最後皆さんで応援に来ていただきたいなと思います。台風台風と続いたんでね、ホームゲームがですね、なかなか皆さんも見に来る環境がなかったかもしれないんですけど、最終戦はぜひ皆さん見に来てください。ただいま前売り券発売中になっております、ファミリーマートファミポートでね、お買い求めいただきたいなと思います、当日券より前売り券の方がお得なので、はい、皆さん早めにゲットしてください。さあ、それではですね、一曲ご紹介したいと思います。ラジオネームナンバー23からいただきました。あ、来てますよ、富永選手へ。昨日、ね、大人サッカースクールでお世話になりました、はい、これ大人サッカースクール教えてください。まあ、定期的というかちょっと不定期なんですけど、うん、どっちどっちそうか、すいません、2週に1回3週に1回ぐらいなんですけど、うんうん、夜に大人の皆さん向けのサッカースクールをチームとしてやってます。そうなんですよね、はい、最近よくフェイスブックとかで上がってくるなと思っていたんですが、ですです、はい、ちょうど昨日やりました。そうなんですよね、はい、昨日はトミーもコーチとして、はい、僕と辻とサコヤ、セカンドの、はい、スクールスタッフなんですけど、はい、と昨日は藤井くんも来てくれて。あ、そうですか、はい、にぎやかにです。結構たくさん集まったそうですね。ですね、いつもはだいたい15、6人だったんですけど、うん、今回は30人っていう、わすごい、倍の方が来てくれて楽しく、はい、ちなみにじゃあ今度ある時参加したいなという方はどういうふうにすれば参加できますか、はい、直接会場に行っていただいて、うん、事前申し込みっていうのがないので。あ、そうなんだ、はい、当日でも行きたいと思っていただければその場で来てもらえればできるので、うん、あ、そうですか、はい、ちなみに聞いていいですか、はい、大人って何歳から何歳ぐらい、なんでその質問じゃないんだけど私も参加できるかな。あ、全然大丈夫です、全然、はい、それはそれでなんか微妙な気持ちになるけど全然大丈夫です。はい、大人だと思っている方は。あ、自称大人だったら OK なんですね、はい、あの学生さん、はい、大学生以上とかだったら、はい、全然大丈夫です。わかりました、はい、じゃあ皆さん次は次にその大人サッカースクールある時にはまたホームページなどで告知がありますね。はい、はい、ぜひ参加してください。ナンバー23は実際やってみてよりサッカーの面白さを感じました。サッカー未経験でしたがユナイテッド仲間が増えていくのも魅力ですよということで、富永選手これからも応援してますといただいてますよ。ありがとうございます、はい、さあそんなナンバー23からのリクエストお答えしましょう。シクラメン必死マン